ローライズジーンズ下着のレイローライズとは衣服のデザインの一種。パンツなどのボトムスにおいてまた上が浅い。一般的にはまた上の長さが2 3トル以下のものを指し、2 3トルから2 5トルの間はミディアムライズ、ミッドライズと呼ぶ。フロントボタンがへそより下に来ることが特徴。またハイライズもあり。 また上の長さが2 5トル以上のものを示す。主に女性向けのファッションであるが、ジーンズを中心に、男性用のローライズパンツも販売されるようになった。腰回りに注目が集まることで、ウエストから上半身がスマートに見えるという特徴がある。また、腹が出た場合に一番出っ張る部分は、へそのあたりだが、ローライズパンツの場合ベルトラインがそこより下にあるため、 結果として腹部を圧迫せずに履くことができる。ローライズ及びヒップハングの日本での流行は1960年代から1970年代にすでに見られたが当時は竹が長くゆったりとした上着と合わせる姿が一般的であった。2000年頃から欧米の女性歌手や女優のファッションとして国内に入ってきたローライズでは竹の短い上着と合わせて 腰回りや腹部を露出したファッションで多く使用されている。デメリットとしては、かがんだ際に、ショーツやパンティーなどの下着、あるいは電部そのものが腰の上から見えやすいという点である。下着の露出についてはこれを防止するため、同様にローライズのデザインとなったショーツやパンティストッキングが市販されるようになった。逆転の発想で腰部分をリボンや ラインストーンなどで装飾し、それを見せるおしゃれができるショーツも売られている。また、上着をパンツの中に入れる着こなしは困難であるため、ボディスーツのように股にクロッチをつけてずり上がらないように、したシャツなどが作られたこともある。女性がローライズのビッキニを履いたとき、ローライズと体の間に生じる隙間は、ビキニブリッジと呼ばれる。AB、ハイライズと、 ローライズそれぞれの特徴とスタイルカバーできる部位をチェック。パンツ .jp ハットギャップローライズジーンズローライズデニムオンラインストア。ありがとうございます。